なるほど。そうですね、はい、レシートはいまだにこう、そうですね、確かに一応仲間になってますからね。仲間でいいんですよね。仲間ですよ、はい、もちろん仲間です。そうですね、僕的には嫌なやつなんですけど、はいはい、ブルマを取られてしまった。そういうことになりますよね。とんでもないやつなんですけど、まあ、でもはい、ざっくりお伝えすると近いですね。10位から61位までの発表です。出ましたよ。皆さん見えますか？はいはい、ニコニコ見てる皆さん見えますかね？はい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 。大丈夫ですか？ちょっと息が、まとまとりをしたいですね。そういうところで目標にしていきたいなと思ってるんですけど、何よりも一番目標にしたいのはですね。もう一言いいでしょうか？はい、僕の恋人はピクシブさ。さんですよね。フレイさん、僕うんこちゃんです。うんこちゃんなんですか？はい、加藤純一が本名なんですけど、はいはいはい、インターネットではうんこちゃんという名前でも活動させていただいてまして。どちらも、はい、なんでまたうんこちゃんだったんですか？ちょっと話すと長くなるんですけど、はい、まあ、いい加減につけちゃった名前がちょっとどんどん広がっていったっていうのが感じ。最初いい加減だったの？すごくいい加減でしたね。まさか10年後にここで表彰されると思ってなかったので入賞するって本当にスタッフの方もみんな思ってなくてびっくりしているんですけれども、来年も再来年も10年後も20年後も地産地のことをいっぱい愛してください。いいでしょうか？そうですね、私自身もカメラでビルドの前にエグゼードという番組をやっていて、まあ、エグゼードはちょっと思い切りふざけすぎちゃったところがあったんですけどそんなことないですよ。はい、驚きの連続といいますか、今まで味わったことのないようなこと、あ、ウィキペディアができたのがとっても衝撃でした。私は、はあ、ウィキペディアに、そうですね、納豆を混ぜただけ、なぜ笑っていらっしゃるか料理って納豆混ぜただけとかって書いてってコメントが来てますけど、今ちょっと家の水道とかガスが止まっててそういうなんか簡易的なものが中心になってしまったりとかことがたまにあります。ちょっと貧しい家庭ですか？いや、そういうわけじゃないんですよ。おかげさまで、はい、嬉しい限りです。ありがとうございます。今回ということはトリプルでトロフィーいただいたことになり、トリプルフェイスだけにね。はい、おお、そうですね、ありがとうございます。今日、そうですね、もうこんな風に流行語でパーッと書いていただいたピクシルさんだったり、検索してくれてニコニコ大百科さんに乗って、みんなのおかげでこんなに大きくなりましたってみんなに伝えたいです。パパ、ママじゃあ、フリアさんにもしかトロフィーの字をおい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 同僚です。同僚ですね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最高の3時だって、クソアニメ。そうみたいですね。最高の3時。本当変わってくるもので。あ、ということで早速登場してくださいましたよ、もうすでに。第1位がポプテピピックとなり、本日はそのポプコ様とピピミ様にお越しいただきました。ピピミさん。顔でか。でね、今年を盛り上げてくださったポプテピピックのお二人ということで、ここでフリアさんからトロフィーの授与をトロフィーですか、お願いしてよろしいですか？はい、っていうか形が全然変わってないですけどお二人とも、どうしましょう、受け取れますか？じゃあちょっとトロフィーの授与を、はい、ね、